東福寺駅、JR と京阪の接続駅。京都駅からだと一つ目の駅となります。改札を出てすぐの場所、お食事どころ歌舞伎。昭和風情漂う食堂です。清潔感のある古い店内、テレビのある昔ながらのスタイル。注文したのは洋食メニューの中で一番豪華なランチ。最近までは B ランチと呼ばれていた品です。フォーク、ナイフ付きで、ライスも茶碗でなく皿盛り。 B ランチだけの特別扱いとなっています。肉質を感じるハンバーグ、京都らしく薄めな味付けでヘルシー、とても食べやすいです。中身の詰まったエビフライ、大きくてプリプリ、カラッと揚げられ、食感が気持ちいいです。ボリューミーなトンテキ、塩味がちょうどよく、ライスと食べると最高です。昭和洋食には定番のスパゲティ、期待を裏切らない味です。味付けされてないキャベツ、ソースをかけていただきます。昭和生まれの私にとってはソースキャベツは古き良き味です。のれんのある食堂でテレビの音を BGM に、洋食のおかずと皿に盛られたライスをフォークとナイフで食べる、このスタイルが50代の私には刺さります。ファミレスでは感じられないノスタルジーな雰囲気。歌舞伎という店名についてお聞きすると、歌舞伎小屋へお弁当を卸していたことが由来とのこと。店舗としての開業は昭和24年1949年からだと教えていただきました。洋食メニューだけでなく、うどん、そば、丼物まで、洋食と和食幅広く美味しく楽しめるのは、創業当時にお弁当を作っておられた名残でしょうか。とても満足いたしました。ごちそうさまです。それではお食事どころ歌舞伎を後に、次の目的地天徳院を目指します。お食事どころ歌舞伎の前の通りは伏見街道と呼ばれ、その道を南に進みます。京都の五条通りを北の支点とし、伏見の京町通りにつながる伏見街道は、豊臣秀吉が伏見に京を移すにあたり、京都伏見を結ぶ道として開いたと言われています。
北には方広寺大仏、京の大仏があり、南には伏見城がありました。江戸時代には街道の北側を京都町奉行が管轄、南側を伏見奉行が管轄し、その名残なのか街道の北側を本町通り、南側を筋交橋通りと別名を持っています。江戸時代の伏見は交通の要衝であり、伏見稲荷大社をはじめ沿道に名所が多いこの道は観光の道として旅人の往来が多く、沿道には京から伏見にかけて家屋も多く、にぎわいを見せていました。近代に入り、伏見街道に並行して運河や鉄道が整備され、主要な交通路としての役目は終えることになります。現在では地域の生活道路として重要な街路であり、新しい建物も増えましたが、古くからある町屋も散見され、街道として栄えた面影を残しています。伏見街道大三橋、京都市内では貴重な石造りアーチ橋となっています。東山の山麓から流れる川に4本の橋が架けられました。その3の橋にあたります。伏見街道大三橋を渡ってすぐ、東福寺につながる中大門、伏見街道から東に折れ中大門をくぐります。中大門を過ぎてすぐの場所、天徳院、桔梗の寺と呼ばれています。桔梗の咲く時期は特別拝観が行われます。2024年も6月28日から7月17日まで開催、公開までもうすぐ、ご参考になればと思い以前に撮影した動画がありますのでご紹介いたします。天徳院といえば花頭窓から見える景色が有名、まずはそちらからご覧ください。桃山時代に策定された枯山水庭園は一面を覆う杉苔が美しいです。お寺の方に声をかけてもらいました。正面に見える庭石の前に八重崎桔梗があるとのこと。石の手前の、ああ、そうなんですか。星形の花びらが2つ重なっている珍しい桔梗。
天徳院の創建は1346年から1370年頃、東福寺御塔中に挙げられるほどの自覚を誇りました。時は流れて江戸時代、方広寺の照明事件、国家安康君臣崩落の名文を豊臣秀頼の依頼により、当時の十字が提案したことで徳川家康の怒りを招き、天徳院は取り壊されてしまいます。現在の道宇は天明9年1789年に再建されたものです。そんな寺変の歴史を持つ桃山時代の枯山水庭園、今では桔梗の花とともに初夏の心地よい風を受け、ゆったりと時間の流れる憩いのひとときを過ごすことができます。